白髭東アパート白髭東アパートは東京都墨田区包み通りにある住宅団地東京都住宅供給公社分場の1号棟都営白髭東アパートと駐車場である12号棟防災備蓄庫である13.14号棟の計18棟からなる東白髭公園と一体で墨田区西部の防災拠点として整備された経緯がある墨田区北部は 1923年に発生した関東大震災後に木造住宅が密集し始め、再び関東大震災級の震災が起こった際に、約4万人が犠牲となった旧本塾の陸軍、被服症のような火災旋風に見舞われる懸念があった。戦後も1948年に、福井地震、1964年に、 新潟地震という都市直下型地震が発生し、防災対策の機運が高まっていた。そこで、1969年に東京都は、高等防災6拠点構想を策定し、災害に強いまちづくりを推進する方針を固めた。東地区は、白髭東地区防災拠点として1962年に創業を停止した金ヶ淵防災東京工場跡地を東京都が買収。 再開発が計画された。1972年9月に白髭東地区再開発事業として都市計画決定され、1975年に着工、1982年3月に10年かけて完成した。施工面積は約27.6平方ヘクタール。高さ40メートルの高層団地を1.2キロメートルにわたって配置しており、 ドミノ式に建てられた大規模団地は存在するが、1km 以上一列に並んだ超大団地は国内に類いを見ない。一胸ずつずらした配置となっており、胸と胸の間は完全には繋がっておらず、地震の揺れに耐えられるエキスパンションジョイントで胸と胸と接続している。上空からの写真では、蛇のような形と形容されることもある。縦に長い団地は、 防火壁の役割を持っており、密集地からの火災を食い止める効果が期待されている。また、団地の5階部分には、木底通りに向けて放水銃が設置されており、炎症を食い止める工夫がなされている。その他随所に防災拠点としての設備があり、13号、14号棟は丸ごと防災備蓄庫になっている。団地には、災害時に閉鎖する。 防災ゲートが5つ設けられており、北から順に、金ヶ淵門、梅若門、水神門、寺島門、白髭橋門と名付けられている。バルコニー側には耐火に耐えられる、要防火シャッターが装備されており、団地屋上にはオレンジ色の巨大な水タンクが設置され、火災時にシャッターに散水するための水が蓄えられている。同時に隅田川沿いに、 防災機能を有した東白髭公園が、団地に寄り添うように整備され、災害時には約8万人を収容するように設計された。炎症しにくい、常緑紅葉樹が植えられており、防災樹と命名されている。公園中央部には、火消しの象徴であるマトイのモニュメントが置かれている。マトイのモニュメント完成後、訓練などでは、各種防災設備は作動しているが、 実際の災害はまだ発生していないため、本番での作動はまだない。都営団地部分1607個、住宅供給公社分譲部分256個。計画人口は約6500人。17号棟の西側には公社ハイム白髭東が建てられているが、接続はしていないため、白髭東アパートには含まれない。公社廃イの南には、 東京トリハビリテーション病院が会員している。再開発により立ち退きとなった町工場は1号棟の西側の白髭東共同利用工場に集団移転している。防災拠点事業では年代をずらして隅田川対岸の白髭西地区においても大規模な防災再開発、白髭西再開発事業が行われ、潮入り公園を含む住宅地造成が行われた。 なお、桜堤中学校、金ヶ淵中学校は、開発地区外となっている。ありがとうございます。